ついてますか。こんにちは。声聞こえますか。声聞こえますか。こんにちは。声聞こえますか。ああ聞こえてますか。よかった。目が乾く。こんにちは。お話ししましょう。最近の近況とか。近況とか思い出とか楽しかったこととか楽しかったこととか感じた。最近ハマってる曲ありますか。桜坂46の最初の地下鉄に乗ってっていう曲にすごいハマってます。ブーブーって言ってる。ブーブーって言ってる。言ってないです。固まった。目ドライアイです。なんか鳴ってる。なんか鳴ってますか。大学合格したよ。おめでとうございます。大学合格、あ、言った。地下鉄いいですよね。すごいコメントが早い。巡り楽しみ、嬉しい。最近すごい冬になってきて寒いんですけど、皆さん暖かいですか。私すごい寒いの苦手なので毎日布団から出るのが辛いです。今日の前髪何点。え、私結構今日気に入ってます。なんかあんまり巻かずにストンって落とすのが好きなので90点ぐらいあります。うん。プラスチックリグレット私も好きです。うん。冬は辛い。こんにちは。こんにちは。こたつ最高。今日何食べた。今日何食べましたっけ。私今日朝ごはんはコンビニのチンする親子丼食べました。美味しかったです。前髪90点おめでとう。夢があれば教えてください。私の夢はすごい人になることです。なんかどこから見てもなんかこの人すごいって思ってもらえるような人です。さっき乃木坂さんの新4期生の林瑠奈と会いました。トークありがとう。洗濯機。渡辺梨香さんとのエピソード。梨香さん、渡辺梨香さんすごい写真撮ろうって声かけてくださるのが嬉しいですね。あとなんかこの前なぜか踊る時にどうしよう笑顔作れないキラちゃん笑わせてって全然何も言えなかったんですけど、なんか頼ってくださったのがすごい嬉しかったです。うん。コンタクトしてる。してますよ。コンタクトで思い出しました。私コンタクト友達と買いに行って、もう友達とほとんど同じ度でいいやと思って自分の度を測らずに前買ってつけてたんですよ。で全然度が合ってなくって、この間測りに行ったら怒られましたね。ちゃんと自分の度をつけましょうって。うん。こんにちは。ダメですよね。そうです、メイクさんにもちゃんと眼科行って測りなって言われてました。かりんさん、藤吉かりんさん、あ、かりんさん、この間ミーグリの3部で一緒の髪型したんですよ。なんか隣の部屋なんですけど、ミーグリ中すごいキラちゃんの話聞こえてくるよって言われて、うるさいですかって聞いたらうんって言われました。でもなんか近くで森田さんとか天さんとかも近くの部屋なんですけど、すごい私の犬の鳴き真似とかしてるんですよ、ミーグリで。それがすごい聞こえてくるらしくって、少しでも元気になってたら嬉しいです。憧れの人。コンタクトの度は何度。私今-3と忘れた、でもマイナス3と -1.75 とかでした。ん？おでんで好きな具は大根ですね。なんか結構染み込んだ大根。天さんやビジュアル。天さんと呼んでますね。天ちゃんとかでいいんですかね。ルービックキューブ持ってるの。持ってますよ。なんか喋ることなくなったらしようと思って。よいしょ。こんにちは。マイブーム教えて。マイブームないですね。でも関由美子さんとのエピソード。私あのなぜ恋で糸を使うじゃないですか。あれがすごい苦手で、すごい絡まっちゃったりするんですけど、で関さんに何回もコツとか教えてもらって、一回めっちゃうまいこと言ったんですね。そしたらすごい褒めてくださって、さっきよかったよって。めっちゃ嬉しかった。ん、今日の朝ごはんは親子丼です。ルービックキューブ何秒ですか。最近やってないんで多分55秒とかですかね。骨
星お願いします、星お願いしますってなんだ。小林優衣さん、小林優衣さんにもあの糸使いの時、糸を使った時にこれうまいですよねって聞いたら上手上手って言われました。好きな炊飯器、好きな炊飯器5号、うん、草は好きですか。マリノちゃんとのエピソード、高坂はこの間あの歩く歩道ってあるじゃないですか、駅とかに歩く歩道を歩いてて、私は歩く歩道は歩道が歩くもんであって自分はその場に立つだけでいいって思ってる派なんですけど、高坂は歩く歩道は歩くもんだって言ってて、歩く歩かない歩く歩かないですごい言い争いました。でも多分歩く歩道って歩道が歩くって意味やと思うんで立っとくだけですよね。動く歩道、動く歩道なんや、歩く歩道やと思ってた。動く歩道、天さんとのエピソード教えてください。めっちゃ話したい。え、何ですかね、すごい優しいんですよ。なんかこの間もすごい優しいね、怒らないねって話してて、ずっと櫛でツン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 続いてたんですけど結局怒んなくって、でもちゃんと今はダメだよとかいう時はすごい注意してくれて、例えばなんか前飲み物飲んでて、私が関節キスしませんかってそれを差し出したら、ダメだよこんな時期にって怒られました、ごめんなさいって思いました。ん、行ってみたい場所ありますか。行ってみたい場所、なんか重力が軽いとことか、なんか無重力空間にいつか入ってみたいなって思ってます。遊びに来たよ、こんにちは。今日メンバーに会った、会いました。ん、中目が乾く。森田ひかるさん、あ、話したい。森田さんとダンスのお話をしたんです、この間。すごいあの方努力家ですね、なんか見えない努力がすごい伝わりましたし、なんかいろいろ研究してるのもすごい分かって、なんかあの人には多分無駄な経験がないんだなって、全ての経験を成長につなげてる方やなってすごい刺激されましたね。でもなんかふと出た方言が可愛くて、なんか福岡出身なのに結構ずっと日本語を喋ってるじゃないですか。でもこの間なんちゃらケンって言ってて、ケンってしました。そういうのずるいですよね。ん？寝癖？小池みなみさん嫉妬。小池さん、そうです、私がいろんな先輩に大好き大好き言ってて、キラちゃんそういうとこあるからなって言われちゃいました。でも小池さんも大好きで愛しいです。2期生で一番仲いい人、2期生さんで一番仲いい人、でもやっぱ天さんにめっちゃ絡んじゃいますね最近は。すごい優しいんですよ本当に。なんかいつかなんかお姉ちゃんとか呼んでほしいんですけど呼ばないって言われました。松平理子さんとのエピソード、松平理子さんすごい優しいですよ。昨日すごい言い争いをしましたね。紅白白組赤組、私たちは赤組だ私たちは白組だみたいな、よく分かんなかったんですけど、ひたすら言い合ってました。花一門目、私森あかねさんと花一門目ちょっとしましたよ。でもなんか地域によって花一門目の呪文が違うみたいで結局できなかったんですけど、そうですね、あかねさんがすごい、森あかねさんすごい遊んでくれますね。この間おんぶしていろんなとこ連れて行ってくれたり、あと痛いの我慢対決をしました。あのめっちゃ細い紙ゴムあるじゃないですか、あれを腕に巻きつけてお互い引っ張り合って、痛くてギブアップしたら負けって言ってて、で2人ともギブアップしなくって、結局時間が来てやめたんですけど、すっごいもう耳ずばれ、めっちゃ真っ赤な耳ずばれになっちゃって一日中。また写真あるんで載せますね。あかねさんごめんなさい、本当に痛そうでした。うん、自己紹介してください。そうですね、してなかった。兵庫県出身の松本キラです。うん、怖すぎ。そうですよね、すっごい食い込んで本当に真っ赤になってました。うん、大沼さんとのエピソード、大沼さんとのエピソード一番濃いのが、最近は皮膚科に2人でめっちゃ走っていったことですかね。なんか人生で今までないぐらいのスピードで皮膚科に走っていきました。で楽しかったね楽しかったねって言いながら帰りましたね。うん、なんかありますかね、なんか質問ありますか。
早いな渡辺梨沙さんとのエピソードなんかありましたっけね、梨沙さん。なんかありましたかね。でもいつ見ても美しい方やなってすごい思うのと、あとダンスがすごい好きで、なんかダンスの練習するときお家で動画見るんですけど、結構梨沙さんの振りを参考に研究してます。菅優香さんの誕生日 T シャツの話ああ、私 T シャツプレゼントしたんですけど、あれ本当実は前日に守屋麗奈さんに付き添ってもらって、なんかお誕生日プレゼント日頃の感謝を込めて渡したいと思って、でめっちゃいろんなお店回って結局決められなくって、でパッと通った T シャツ屋さんでもこれでなんか渾身の服を作るしかないと思って、デザイン案も何もなしで入って、でも15分30分ぐらいで書き上げてその場で印刷してもらって、で完成したのが思ったよりすごいクオリティ高くって、喜んでもらえるかなってそわそわして渡したんですけど、その日のショールームで来てくださって本当にめっちゃ感激してめっちゃ世界中嬉しかったです。ん？憧れの人いますか？私菅優香さんがすごい憧れで、初めて会った瞬間から本当にこんな人になりたいってずっと思ってます。化粧水何使ってる？化粧水あのあれです、あの白いボトルでオレンジの何ですかね、タタタタタタンタタンタンみたいな、タタンタンタタンタンです。桜ポーズやってください。はい、私得意ですよ、パッとできました。こっちかな、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 こっち、こっちですか、こっちかな、こっちかな、わかんない。桜坂って書けるようになりましたか？書けますよ。かいかい女、きかいかい女。松田里奈さんとのエピソード今日私集合場所に来るのが一番早くって、一人で暇してたんですけど、その次に入ってきて、でなんか消火器あるじゃないですか、消火器を英語で書いてあって、壁にファイヤーなんちゃらって書いてて、そのファイヤーっていう英語を読めますかって聞いたら、読めるよ当たり前じゃんってすごい言われましたね。めっちゃ自慢げに私これ読めますよって言ったんですけど無理でした。尾関理香さんとのエピソード、尾関さんがすごい優しいって噂を聞くじゃないですか、で私もすごいずっと優しい方になって思ってて、でびっくりしたのがこの間私がちょっとあのテンション低かった日があって、で次の日にわざわざ昨日元気なかったけど大丈夫、私でよかったら話聞くよって連絡くださって、その時はその特別話さなかったんですけど、相談をなんかもしものことがあった時にそうやって話を聞いてくれる先輩がいるってことを知れただけですごい力になりましたし助かりました。小関さん好きですね本当に今日のお洋服みたい、今日私レッスンあったんでそのままですよ、無地、無地です、無地が一番動きやすいです。竹本結衣さんとのエピソード、竹本結衣さんはすごい私がちょっかいかけちゃうんですけど笑顔で答えてくれますね。なんか 同級生なんですけどそんな感じしなくて、たまに大人っぽい一面とかなんかすごいしっかりしてるんですよね、頼っちゃいます。無地が動きやすい関係ないですか？ブロッコリー好きですか？ブロッコリー好きです。喋り上手ですか？ありがとうございます。星ってなんだ？今日何時に起きた？今日結構早起きで8時半には多分起きてました。誕生日おめでとうございます。傘は何色が好き？私透明のビニール傘に一時期憧れてましたけど今は黒ですね。何時間睡眠が好き？私7時間半が好きです。何話しますか？目が疲れた。ルービックキューブします寝るんですかねこれ、寝てますか？
全然早くなくなっちゃったんですけど、落ちてますかね。落ちてますか。落ちてなかった。バイト行ってきます。頑張ってください。なんか久しぶりに触りました、ルービックキューブに。こんなサイズやったっけと思いました。全然見えてない。なんか特技って言ってる割に全然、あ、見えてない。特技って言ってる割に全然使ってないので、こういうところで使おうかなって。どうですか、揃ってますか。揃わない。見えない。めっちゃ英語のコメントがあった。上手、ありがとうございます。何話しますか。沖縄来たことありますか。ないですね。でもお姉ちゃんが行ったことあると思います。で、なんかお土産食べました、せんべい。なんかコメントが止まってます。あ、動いた。すんご、ありがとうございます。かっこいい。釣り組の魅力、あ、釣り組、今日の朝トークで話したんですけど、釣り組っていうグミが今食べたくって、なんかつながってるらしいんですよね、魚に紐が。で、なんかパッケージを開けてそれを引っ張ってちぎれずに魚を取れたら嬉しいっていうグミで、すごいそれが欲しいんですけど、まだ見かけたことなくって。食べたい。釣り組、魚釣りのグミです。ミラーボール遊びに来たよ、こんにちは。カバン、よく聞く音楽、最近桜坂の曲ばっか聞いてます。なんか全曲すごい私のドストライクで好きな曲ばっかです。なんか変わりますよね、聞いた時によって曲が。上村さんとのエピソード、上村さんとのエピソード。上村さんはすごい、なんか ありました。何でしたっけね、上村さん。何でしたっけ。すごい優しくって、なんか新2期生にめっちゃ声かけてくださるんですよね。だからみんな上村さんのこと大好きです。夏木ちゃんについて冬香さん、斉藤冬香さんのことを私夏木さんって呼ばせていただいてるんですよ。冬を夏にしてかきくけこうで、顔をキーにしてなつきさんって呼んでて、なつきさんもすごい優しい方ですよ。なんかこの間も花一門目、なんか地元の言い方がちょっとちゃうかったみたいで、この歌詞でやると楽しいよって花一門目の歌詞を教えてくれました。なつきさんパッと思い浮かんだあだ名です。小関さんのことも小関さんって一瞬あだ名つけたんですけど、一回も読んでないです。あかねさんエピソード、森あかねさんエピソード、あれさっき言いましたっけ。でもあかねさんすごい優しいですよ。なんかこの間服にリップがついてて、あかねさんの服に、私ウェットティッシュで拭き取りました。そしたらありがとうってなんかでもあかねさん結構じーってめっちゃ見つめる人じゃないですか。なんか美しすぎて未だにめっちゃキュンってしちゃいますね人にすぐあだ名つけたくなる。確かにそうかもしれないです。私にもあだ名、私あだ名欲しいですね。私キラコとかマスモとかが多いですね。キラコって呼ばれるの結構好きです。受験生にエール、おめでとうございます。違うか、受験生すごい勉強、そうですね。なんか私は辛いものを食べながら勉強するとはかどるタイプだったので、ぜひ辛いものを食べながら頑張ってください。あかねさんおんぶ、そうですよ、おんぶしてもらいました。スクショタイム、スクショタイム、スクショ何かしますか。勉強得意じゃないです。でも国語は得意でした。日本語力。クリスマスは楽しみましたか。私は一人で過ごしましたね。夜にホラー映画を見て怖い話してください。あ、怖い話今日ちょうどあります。レイちゃんに話したんですけど、そのレイちゃんに、
今日なんか目的地に電車で向かってたんですよ。でそこで降りたんですよ。そしたら全然違う名前の駅でびっくりしました。戻ったんですけど。日本語力ありますか？あいうえおの中やったらどの文字が好き？A ですかね。なんか1から5って聞かれたら基本4じゃないですか。怖いですよね。加湿器最近どう？最近加湿器どれだけ潤いのモードにしても 30% にしかなんなくって、相当乾燥してるんですかね。東京慣れましたか？東京ゴーヤ食べれますか？ゴーヤはなんか苦いゴーヤはいけるけど甘いゴーヤは食べれないです。木更津駅ちゃいました。好きな言葉ありますかね。特に吹奏楽部で7学期私トランペット吹いてました。なんかあのボタンが3つあるこういう三角のやつです、トランペット。小池みなみさんとのエピソードもっと聞きたいです。小池さんはなんかなんかなんですかね、私にキラちゃんのこと一番キラ誰よりもキラちゃんのこと好きな自信あるとかすごい愛の言葉をくださって、でうち喜んでて直後になんかレイちゃんとイチャイチャしててちょっと辛かったです。本当に優しい先輩がたくさんで、先輩とのエピソードすごいいっぱいありますね。なんかありますかね。なんか嬉しかったことありますかね。なんか嬉しかったことありますかね。パッと浮かばん。レイちゃんと。おすすめの化粧品ありますか。私あのケープっていう前髪固めるの使ってるんですけど、すごい固まるんですよ。おすすめです。ミーグリ楽しかったですね。ありがとうございます。ミーグリすごい私好きです。ケープうちの母を持ってる。すごい。澤部さんとのエピソードなんかありますかね。でも収録で会いますね。会います。犬の真似してください。いいですよ。いいですかね。音大丈夫ですか。いきますよ。ワン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 。これをミーグリ中によくやってるんですよ。そしたらなんか隣の部屋にまで聞こえてるみたいで、なんか犬が鳴いてると思ったって店さんに言われましたね。なんかミーグリで結構30分ぐらい次の部まで時間空くじゃないですか。その時に結構店さんがお部屋に遊びに来てくれたりするんですよね。嬉しいです。お、2万人突破ありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介します。自己紹介いりますかね。兵庫県出身の増本キラです。よいしょよいしょ。カタカナでキラちゃんと呼んでいいの。いいですよ。カタカナとひらがなって発音違うんですかね。キラキラキラ、カタカナの方が硬いイメージがある。猫の真似は得意？そんなに。こんにちは。キャッチオール自炊。M ステスーパーライブ見ました。あ、昨日おとついですか。おとといですね。私も見ました、テレビの前で。なんか衣装が新衣装で、すごいメンバーさんみんな髪型とか変わってて、すごい雰囲気違いましたよね。めっちゃ見とれちゃいました。あの茜さんのポニーテールがすごい初めてで、めっちゃびっくりして、どれって思って、お似合いでした。今何食べたい？今何食べたいです。でも甘いもの、チョコレートとかホワイトチョコレートが好きです。最近ハマって猫ってお味噌汁の匂いしますよね。共感してくれて嬉しいです。ハブさんとのエピソード、ハブさんすごい周り見えてる方やなって思ってて、なんかいつでしたっけ、配信ライブの時ですかね、
になんか新入生が歩いてたらなんかもらった映像とか見て、ここ映ってるとか分かったらそこを、ん？何でしたっけ？そこを研究するといいよというか、すごいアドバイスくださったのすごい印象的で、みんなで後から嬉しいね嬉しいねって言ってました。そういうことです。そうですよね。早口言葉やって結構得意です。早口言葉なんかありますかね。早口言葉お題ありますか。早口言葉、好きな野菜は何ですか。早口言葉、カラコンしてないです。炙りカルビこれ簡単ですよね。炙りカルビ。彼氏にするならどのメンバーすごい全員好きなので、皆さんスモモ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 のうち、モモ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 モののうちってことは7回もを言うって考えたら、スモモ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 のうちです。隣の曲はよく書き食う曲だ。バスバカツバスがうちゃ好きな色は何ですか。最近オレンジが好きです。この服もちょっとオレンジっぽくってぽくないか。東京特許許可局初めて好きになったアイドルグループ乃木坂さんですね。すごい、何がきっかけでしたかね。友達が教えてくれて好きってなって、そっから欅坂が大好きになって、すごい握手会とかも行きましたね。好きな季節は秋です。ユニエやってる。私ユニゾンエアめっちゃやってます。最近すごい特にやってて、今はあのあれです、あの何でしたっけ何でしたっけ、なんかのフルコンボを目指してて、マスターの頑張ってますね。誰の握手会行ってた、私誰言って、でも上村さんすごい記憶に残ってます。まつげがすっごい長くって美人かわいいって思って。こんにゃく好きですか。こんにゃく好きですね。なんかでも味がないこんにゃくがすごい苦手で。好きなお寿司は何ですか。好きなお寿司、いくら、卵。平石難しいです。森田ひかる様とのエピソード、いやでも本当に、あでも一回めっちゃ最近キュンってしちゃったんですけど、なんかこんなとこにこのお店あるんやって思ったとこにお店があって、で秘密基地みたいだねって言われたのがすごいキュンってしちゃいました。ずるいですよね。好きな果物、好きな果物でも梨が好きで、リンゴ派と梨派ですごい分かれるじゃないですか。私は梨派です。どっちですか。唐揚げ好きです。スコッサくんの収録は楽しいです。なんかすごい楽しいですなんか実際収録時間ってオンエアされてるやつより長いじゃないですか。でもその時間があっという間に感じるぐらいずっと笑ってて面白いです。リンゴ派多くないですか。なんでですか。どういうことですか。リンゴ派の梨も来た。どっちもどっち。かりんさんとのエピソード、藤吉さん本当にあのミュージックビデオ撮影の時に糸に私絡まっちゃって、あれ皆さんプロで本当にカットかかるまで絶対止まらないじゃないですか。だからこうやって回されてる糸に私はもう背中が引っかかってて釣られてたんですよ。でもかりんさんガッて撮ってくれて、すごい私何もしてませんよみたいなふんって姿ですごい惚れちゃいました。目が痛い。コツコツしてください。さっき耳で言ってたんですか。ラフランス日向坂メンバーとのエピソード、山口春代とかすごい連絡取りますね可愛いんですよあの子。必殺技とかあるの。必殺技欲しいですね。なんか光っとる。これが噂のあれですか、ミラーボール。
すごい、ありがとうございます。スクショお願い。スクショいいですよ。出します。何します。なんかありますかね。スクショどうぞ。井上里奈さんとのエピソード、井上里奈さんとのエピソード井上里奈さん、すごい、私がこの間2期生の方に、2期生さんの方に遊びに行ったら、なんか新2期生の人は私の扱い方に慣れてるので、なんか結構私のすごいだるがるみを綺麗にかわすんですよ。で、新2期生が構ってくれないからって、こっち来んじゃねえよとか言いながら、すごい遊んでくれましたね、井上里奈さん。あと地元が一緒で兵庫県で、すごい兵庫、うちの地域めっちゃいいんやでって言い合いましたね。自慢を。ドライアイなの。そうなんです。めっちゃ瞬き多いですよね。この間、ね、寝るときコンタクトつけちゃってて、外すときめっちゃ痛くって。遠藤さんとのエピソード、遠藤さんとのエピソード、遠藤さんとのエピソードありますかね。遠藤さん遠藤さんのゼッケン、ビブスタトムンがすごい上手なんですよ。ビブスゼッケン、リハレッスンの時に着るやつ。そうですね、だから昔よく畳んでくれてましたね。最近私綺麗に畳めるようになってもう大丈夫です。メンバー全員とのエピソード言いたいですね。順番に言いますか。よいしょ。なんか誰から言いますか。田村ほのさんとのエピソード、ほのさん、田村ほのさんとのエピソード。でもあの人はすごいいい人ですよね。なんかこれもそうですね、前私のテンションが低かった日にすごいよしよしよしって、もう無言でずっと撫でてくれてた日があって泣いちゃいそうになりました。すごいずっとよしよし。田村さんと顔が好きです、あの人言うなめっちゃあかねさん、森あかねさん本当好きなんですよね最近。なんかあの優しい人っていっぱいいるじゃないですか。優しさには種類があるじゃないですか。寄り添ってくれる優しさとか、励ましてくれる優しさとかで、あかねさんすごい前を向かしてくれる優しさを持ってるじゃないですか。なんかそういう人ってすごい貴重やなって思いますし、いっぱいどんどん怒られたいですねモリアレナさん、モリアレナさんとのエピソード、モリアレナさん、モリアレナさん、なんかありましたっけ。モリアレナさん、この間駅でばったり見かけましたね。声をかけずに素通りしました。顔だけ見て何うどんが好きですか。私釜玉うどんの冷やですかね。あと昆布うどんも好きですし、うどん大好きなんですよね。知ってましたか。あと何ですかね。そんなもんです。好きなカレーうどん、鳥取来たことありますか。ないですね。私行ったことあるの兵庫県で生まれて、東京と兵庫ぐらいですかね。そば、そばも大好きですよ。そばはおろしそばが好きで、おろしそばの冷やが大好きですね。釜玉うどんの、釜玉うどん冷たいのもありますよ。うどんを冷やして、うどんを冷やして、うどんが辛くなるまで冷やして、卵を入れて、違う、先にだしを入れて、卵を割って、ネギと生姜を入れて。トランペット持ってきてないです。兵庫のいいところは何ですか。なんか気温がちょうどいいと思ってました。私冬は寒いですし、夏は暑いの、なんか あんまり差がないなと思いました、寒さと暑さの。納豆は食べられる、納豆食べます。好きなおにぎり明太子です。高坂とのエピソードめっちゃ、なんか高坂とのエピソード、なんかもう一個、あ、それです。ウォー、
ウォってあるじゃないですか、日本語のウォ、ウォです。ワウォンのウォ、あれの発音ですごい言い合いましたね。私はウォって読むんですけど、高坂はオって読むんですよ。それでそのウォです。それウォですよね。高坂はオーらしいです。ワオン、ワオン、ワオンって言ってました。ウーにちっちゃいオーでウォーが正解だと思うんですけど、高坂はオーって言うんですよ。だから日本語の五十音の中にオーが2つあるってことになりますよね。びっくりです。ウォウォウォですよね。白い衣装汚してません？あ、衣装危うかったことはありますけど、でも本当怖いですよね。あんまり生きて何も食べないようにしてます。桜坂カフェのおすすめ、私ありますよ。あれです、あのヘラベッタイスパゲッティ、お寿司好き、好きですよ。今日何時まで、今日今何時からしてますか？私4時半からしてるのかな。5時半までです。もう30分経ってる。なんか喋りましょう。もう30分経ってる、すごい。60秒かける30分。インドア派ですね、冬は。菅井さんのストラップ美味しかった。そうです、私あのアクリルスタンド、アクリルスタンドをこうやってあーって菅井さんのやつを食べようとしてて、それを夏希さんが写真撮って菅井さんに送って、菅井さんがそれをブログに載せてくださって。びっくりしました、あ私だと思って。食べてないですけど食べたい、たかったですね。危うかった。なんかテレビの前に菅井さんのあのアクリルスタンドと私のやつを並べておいてます。内緒です。夏希一瞬誰か冬香さん、前髪のアクリルスタンドめっちゃいいですよね。サイズ感がすごい好きで、なんかご飯食べる時とか一緒に置いたり、すごいいろんな使い方できるので、ぜひ桜坂カフェにお立ち寄りください。おでこみたい、いいですよ。大晦日何食べる、大晦日何食べましょうかね。そば、そば食べたいですね。年越しそば、年越しそばってなんでそばなのかなって思ったら、細く長く生きれますようにって意味があるらしいですよ。そうですっけ、違うかも、ごめんなさい。うどんか、うどんか、やば、お腹鳴りよった。どん兵衛美味しいですよね。年越しうどんもあるんやって。え、年越しうどんってあるんですね。じゃあ私うどん食べます。ラーメン、確かにラーメンでもいいですよね。え、ラーメンとそばってどっちが長いんですかね。だってスパゲッティがキリがないね。ツインテールやって、手大きいですか。あんまり言われたことない。年越しジャンプする、したい。ジャンプしたい。麺の中だと何が好き、何が好きですかね。桜坂カフェの桜坂カフェのあのヘラベッタイ太い麺が人生で食べたものの中で一番美味しくって、ぜひ桜坂カフェにお立ち寄りください。スクショタイム、スクショタイムって何したらいいんですかね。ルービーキューブでいいんですか。さくらんぼ好きですか。あまり食べないですね。え、3年ぐらい食べてないかもしれないです。桜坂46の推しメンは、誰がいいですかね。もう本当に全員大好きなんです。すごい素敵なグループに入れるなんて毎日思ってます。お仕事終わって帰るたびに思ってます。このグループに入れてよかったなって、本当ですよ。起きるたびに思います。朝起きて素敵なグループに入れてよかったなって。ぜひ桜坂カフェにお立ち寄りください。ん、つけ麺派、つけ麺好きです。サンタ来ましたか。サンタさん、サンタさんは来てないです今年。悪い子だったんですかね。
メンバーのモノマネしてしたいです。誰かいますかね、真似できる人、特徴ある人。いないですね。パッと浮かばなかった。リカさんのモノマネ、渡辺リカさんのモノマネ、なんかありますかね。なんて言ってますかね。なんかありますかね。わかんないです。ラジオやってみたいとか思いますか。ラジオ、私喋るの好きなんで、すごいやってみたいですね。今も喋るの楽しいですよ。パイナップル好き。パイナップルってなんか7個以上食べると舌が溶けちゃうって聞いたことないですか。パイナップル7個食べると舌が溶けちゃうって。だから怖いんですよね。なんか本当に溶けかけたことがあって痛くって。7個 ?8 個でしたっけ。8個かもしれない。8個か。桜坂カフェのサイン見たよ。私壁にこうやって 手形を書いたんです。あ、でも夏木さん、斉藤風花さんの真似です。斉藤風花さんが書こうって。嬉しかったです。カツ飯、うん、頭動かしてよいしょ。タンパク質なんですね。だから手汚れた。そうです。こうやってペンでなぞってて手がぐちゃぐちゃになっちゃいました。どこ出身？兵庫県出身です。兵庫県は関西です。好きな衣装、好きな衣装、私あのバディーズの踊る衣装のあのフードがめっちゃ好きなんですよ。あと近くで見るとなんかすごいツヤツヤしてて繊細ななんか布で着てみたいですね。でもなぜこういうのやつも好きですね。すごいプリーツのついたスカートで広がるんですよ。カラオケで好きな曲、カラオケでよく歌う曲。カラオケ私5年ぐらい行ってないですね。5年は持った。もう全然行かないです。行っても歌わないですね。眉毛動かして。今年やり残したこと、今年やり残したことありますかね。今年やり残したこと、ないです。それ、来年の目標はありますよ。来年は私自分に厳しくっていう目標ですね。身繰り中に決めました。なんか目標あるってすごい質問をいただいたので答えれるように作りました。ちゃんと有言実行するんで自分に厳しくです。ゲームは得意なの。ゲーム得意ですね。もうすぐ誕生日。そうなんですよ。なんか来年年越したすぐに誕生日で、私ももう19歳になるので本当に自分に厳しく自立できたような大人な女性になれるように頑張ります。関西弁聞きたい。なんかありますかね。最近何か夢見た。で本当に最近一番印象的な夢が喋る座布団と歩いてて宝探しに行ってやっと見つけた宝物を開けたらなんか商品券、ショッピングモールで使える1000円のチケットで。すごい喜んでました。夢の中の私は。しゃべる座布団、え、しゃべる座布団って言いにくい。早口言葉認定。しゃべる座布団。あと木の枝に怒られたりしましたね、夢で。同い年だと思ったら1個上だった。そうです、竹本結衣さんとか森田さんとかと同級生です。好きなケーキはありますか。なんか食べたい時に食べたいケーキですかね。ショートケーキの時もあります。夢がある。英語で自己紹介。そうですよね、外国の方いたら。ハロー。マイネームイズ松本キラ。I'm from 兵庫。難しい。クリスマスケーキはなんかいちごのパフェを食べました。
英語お上手、嬉しい。あんまり自信なかったので。ん？メガネ。8 years old。8ちゃうわ。18。わかんない。18か。18。難しい。髪の毛何色ですか？私なんか前髪だけ黒いですよね。なんか傷んで色が落ちちゃうんですけど。80なんですか18って。80。前髪のセット方法、なんかカーラーみたいな、靴のビリビリみたいなやつを前髪につけてドライヤーで温めてキープします。トリートメントは何使ってますか？私フン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 ってやつ使ってます。本当なんですけど、エイトザタラソ、なんかシャンプー、白と黒のやつです。原田葵さんとのエピソード聞きたい。原田さんとなんかあった気がするんですよ。なんか原田さんに3回くらい、本当キラちゃん面白いよねって言われました。なんかでポジションが隣で、全然私なんてそんな面白くないんですけど。いつまで？これ30分までです。わ、もう少しだ。なんか喋り残したことがないように喋りませんか？料理しますか？料理はしないです。お米炊くぐらいですかね。ルービックキューブありますよ。最後にもう一回しておきますか。すっごい目が乾く。クリスマス何かしましたか？クリスマスは本当に一人で過ごしました。ホラー映画を見て。ちょっとそれますね。毎日配信。見えてなかった。ごめんなさい。猫になっちゃう。あんまり見えてない。何のホラー映画？なんか昨日豊島園っていう映画を見ました。豊島園かな。なんか遊園地の話でした。見えますか？ごめんなさい。あ、全然それられない。ごめんなさい。めっちゃ遅くなっちゃった。鈍るもんですね。ルービックキューブのコツは暗記です。あ、3万人突破ありがとうございます。間違えました。3万人ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。頑張り気どっちですかね。どっちでしたっけ、菅谷さん。どっちですかね。こっちな気がする。どっちですかね。こっちですよね。申し訳ない、間違えちゃったら。ちょっと花市もめしましたか？私結構いろんな人誘ってるんですけど、まだ実現できてなくて。でもこの間もう一回テンさん誘ってみたら、いいよやろうってすごい目キラキラさせてて、すごい母性が。なんかありますか？かりんさんともっと絡んでほしい。すごい私かりんさん好きで、話しかけていいんですかね。YouTube 見ますか？ YouTube なんか最近ハマってるのがお片付け動画、お部屋の掃除をする動画を早送りにしてる動画とか見ますね。マスもキラコ、どっち派？キラコ派ですかね。でも本当によく言うのが、なんかもし私がパッて振ってきた時にパッと呼びやすい名前で呼んでほしい。わかりますかね。私が振ってきて
あきらちゃんって言うならあきらちゃんって呼んでほしいですし、マスモって言うならマスモって呼んでほしい。わかりますかね。私が降ってきた時に呼ぶ呼び方で呼んでほしいです。伝わらん。指ハートしてこう。こっち。今日の西田今日踊ってました。楽しかったです。よく笑うようになった。そうですか。楽しい、楽しい時は笑えます。へえ。昼ご飯なんでした。昼ご飯まだ食べてないですね。私あんまり朝昼晩って感じじゃなくて、お腹空いた時に食べるって感じで満たされます。朝昼晩派ですか。キラちゃん怒ることあるの？怒ることありますかね？私怒りますかね？でもよく自分に怒りますよ。なんで洗濯してないのって。この間洗濯回して干すの忘れて一日放置しちゃってて、すごい怒りました。自分と喧嘩しました。鏡で結構文句言ったりしますよね。今日の夜ご飯決めて、じゃあ今日はカレーうどんで私は食べないです。自分と、そうです、結構鏡に質問したりすると、なんか自分では知らなかった自分の一面とか知れますし、なんか自分の本音聞けたりするので、結構鏡と喋るのおすすめです。たこ焼きポーズお願いします。たこ焼きポーズ、よいしょよいしょ。鏡に映った思いは誰だそうですよね、歌詞で。確かに、いや先取りしてたんですね。私は鏡に目薬、そうですね、本当に目覚めごめんなさい、まばたきなんかも。どうしたらいいんでしょう。好きなスポーツ、でも本当に最近はダンスしてるのでダンスが好きです。天さんの話もっと聞きたい。天さんの話なんかありますかね。天さんの話なんかありますかね。いやでも本当に最近一番絡んじゃいますね。優しい、本当優しいですよ。めっちゃ好きですよ。ウィンクできますか。割とできます。得意な方。アニメは見ないです。なんかすごい私ドラマとかアニメとか、あの字幕つけないとマジで本当に聞き取って日本語を解読できないんですよ。だからなんか見るのに時間かかっちゃうので、あんまり見ないです。日本語難しい。小野間さんは本当に天然。小野間さん本当に裏でも表でもずっとあんな感じで、心配になっちゃうぐらいなんか本当に危なっかしいんですよね。目が離せないです。みんなに愛されてます、小野間さんは。髪の毛伸ばす、私ずっとこの長さでキープしてます。なんか自分の中でドライヤーを4分以内、ドライヤーで4分以内に乾く髪の毛の長さっていうこだわりがあって、これ以上は伸ばさないです。両目でウインクできる、すごくないですか。両目でウインク、スクショタイム、そうですね、最後にスクショタイムしますか。なんかあるかな、なんかありますかね、ポーズ。どうしよう、どうしました。なんか花一問目ポーズ、花一問目ポーズしましょう。じゃ撮れましたか。桜ポーズ、よいしょ、はい、ドライヤー2個使ったら2分で乾く。確かに両手できるんですかね。でも1つしか持ってないですそんなにまばたき多いですか。あ、残り5分になっちゃいました。どうしましょう、どうしましょう。言い残したことなんかありますかね。これはもう揃わない。でもルービックキューブ最後にちょっと揃えておきます。いけそうだ。食べました。
告知ないの？なんか告知ありますかね。あ、でも今晩そこさくがあります。そこさくってまだ言い慣れてないです。私そこさく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 そこかすそこさくそこさくよし。年末年始頑張ってありがとうございます。すごい。2021年も皆さん一緒に頑張りましょう。眉間にしわ寄せてください。ほっぺた柔らかいですか？普通です。結構応援してくださいって人が多かったのでなんか応援します。じゃあラッキーカラーはオレンジで、ラッキーアイテムは何にしましょう。はい。そうです、この後、そうです、30分後小池みなみさんのショールームがあるので私も見るのでぜひ見ましょう。見ます。30分後。色違う。何が色違う。あ、ペン。メリセント頑張ってください。ありがとうございます。そうですね、もう終わりですね。そうですね、あと3分。なんか思い残しありますか？なんか緩い感じになっちゃって。またやってね、ぜひ。良いお年を。そうですよね。ふーんふーんって言ってますか？コツコツみたい。コツコツ。毎晩のルーティーンありますか？晩ご飯を食べてお風呂に入って洗濯をして寝ることです。良いお年。そうですね。じゃあ 1年はまだもうちょっと気が早いですけど、じゃあ今年1年間すごい、なんか2021年難しい、すごい楽しい1年でした。来年も楽しい1年にしましょう。お腹鳴っちゃった。誰に対しても敬語で喋る。なんか結構新2期生でも年上メンバーには敬語癖で使っちゃいます。抱負をお願いします。そうです、来年の抱負は自分に厳しく人に優しくです。ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。紅白頑張って。ありがとうございます。頑張ります。あ、残り1分になっちゃいました。カウントしますか？60 59 58 57。もったいない。どうしよう。なんか1分で何ができるでしょう。1分で何ができますかね。すごい今日は配信、いきなり突然配信しちゃって、なんか近況とかをすごい話したいなって思って。近況伝わりましたか？もうそんな感じで最近はすごい楽しく活動できています。皆さんのおかげで楽しく活動できています。なので来年も楽しく活動します。そうですよね、時間。そうですよね。伝わりましたか？よかったです。本当に楽しく過ごしているので、皆さんも体調には気をつけて、オレンジのペンを握って楽しく元気に過ごしましょう。じゃあいきなりでしたが、ありがとうございました。楽しい1時間でした。ありがとうございました。さよなら。終了ボタンがわからない。これでいいのか。終わります。さよなら。